フリルエンの連中との顔合わせは済ませたならば、次の任務の準備はできている。どうし、どんな任務についての話だ。これまでしてきた全ての訓練の効果が現れてくるような任務では、すぐに始めよう。構わないかね。あちらを見たまえ。ストロングトリデだ。今はスーパーミュータントがはびこっている。あの生来の異常者どもに鼻先まで近づかれたままでは胸のムカつきが抑えられん。さらに悪いことに、奴らは今度の作戦で使えそうなヌカランチャー弾頭の大量備蓄の上に腰を据えている。あそこに行って動くもの全てを排除し、備蓄場所の安全を確保してもらいたい。質問は？スーパーミュータント、敵はインスティチュートだと思ったが。スーパーミュータントも人造人間と変わらない。テクノロジーの利用という点において人類がいかに愚かだったかを思い出させてくれる代物だよ。遺伝子操作だろうが、機械回路から生命を生み出すのだろうが、そんなことに生化学を用いるとは。いずれにせよ、科学は道を間違えたのだ。BOS の一員としていかなる形にせよ、あのアボミネーションどもを根絶することは厳粛な責務である。さて、やってくれるな。当てにしても構わない。その弾で何ができるんだ？ヌカランチャーは BOS の武器庫に欠かせない一品だ。一人で持ち運べるタイプの小型核弾頭だ。一つでも装備すればその部隊を止めることは事実上不可能。一発でも撃てる光栄に臆す機会が来た時のために、一つアドバイスを許してもらいたい。絶対に近距離で発射するな。さもなくば靴箱一個分にも満たない体になるぞ。これで説明は十分かな。すぐに取り掛かろう。いいか、しきりにインスティチュートと戦いたがっているのはわかるが、今は待つのだ。あのアボミネーションどもが核兵器の備蓄にすぐ手の届く場所にいるのを BOS として見過ごすことはできない。ミュータントどもを根絶やしにできるとはありがたい。それでだ。こちらでベルチバードを準備させておいた。完全武装でいつでも出発できる。これでストロングトリデにメッセージを伝え、汚らわしきミュータントどもを地上から一掃してもらいたい。解散だ。かっこよく飛ぶことほどいいものはない。ようこそナイト。兵器は全て正常、無事解放だ。フィデルを空港の上で停泊させれば BOS を町の射程距離内に維持できる。
被害状況を調査せよ。まずは降ろせる場所を探せ。それから修理のため急いでプリドゥエンに戻るぞ。この場所は無秩序状態だな。これは最近起きたことなのだろうか。バケツ頭が現れないかな。足をきれいにもぎ取っ。やった。これはブートキャンプでは教えない技術だな。そっちだ。わかった。え、人間よ。
会を怠るな。ここは誰もいないようだが、だからといって用心しないわけだ。パラディンダンス、この場所を見ろ。お前も私と同じようにミュータントどもを憎むべきだ。なぜそんなにスーパーミュータントを憎む？私の親友は奴らのせいで死んだ。 BOS の同志でカトラーという名のナイトだった。奴らが憎いかどうかと聞くなら言ってやる。憎悪という言葉すら生ぬるいと。人類というのは後先も見ずに一歩踏み出しては結局二歩後退する羽目になるものだ。あの化け物どもはそれを表すもう一つの例に過ぎない。この狂気の沙汰に終止符を打つために何年も戦い続けているが、我々が優勢になりつつあるちょうどその時、人造人間が現れたのだ。私はスーパーミュータントが人々にしてきたことを見てきた。仮にもし人造人間どもが優勢になることがあれば、何をしでかすかお前に想像できるか。最終戦争だよ。また繰り返されるのだ。何を大切に思っていようと一切が終わる。おそらくは。いや、うんざりさせるつもりはなかった。言葉を盛りすぎたな。ただ私はこの任務の大切さをお前に分かってもらいたかっただけだ。人造人間がどうやって人類に破壊をもたらすっていうんだ？もし人造人間の数が人類を上回る時が来たら、奴らがもはや人間など必要ないと判断するまでどれだけ時間が残されていると思う？
奴らには明らかに自分たちより優れたものを作り出せる能力がある。我々は無用の長物となるだろう。その上インスティチュートのテクノロジーが加担しているなら誰も奴らを止められない。 BOS でさえもな、考えただけでも身の毛がよだつ悪夢のシナリオだよ。いずれにせよもう十分だな。今大切なのはお前が務めを果たし核弾頭の安全を確保したということだ。プリデュエンに戻ってマクソンと話すべきだ。一刻も早くお前の報告を聞きたいだろう。解散だ。ストロング砦での働きは見事であった、兵士よ。ストロング砦は今どうなっている？パラディンダンスがプリドゥエンへの弾頭の移送を指揮している。我らの貯蔵武器にさらに磨きをかけてくれるだろう。また彼の地を占領するようすでに派兵を命じておいた。兵団の集結区域とし、空港の東側の守りを固めるのが狙いだ。概して言えば君のおかげで極めて貴重な土地を得られたよ。BOS のために戦えて光栄だ。そう思ってくれて何よりだ。我らの務めはまだ始まったばかりだからな。インスティチュートを屈服させるためなら使える武器は何でも使わねばならん。我が兵士には最良のものを支給したい。故にこれを君に託そう。シグナルグレネードを使えば空の足が必要になった時に君のいる地点にベルチバードを呼べるのだ。ただ地面に投げるだけでいい。放たれた電磁気スモークをベルチバードが捕捉する。乗り込んだらピップボーイのマップをパイロットの航行システムとリンクさせたまえ。そうすればどこへでも必要な場所に連れて行ってくれるだろう。もっとシグナルグレネードが欲しいときはどこで手に入る？君への支給を控えめにしたくなったよ。これは普通のスモークグレネードよりはるかに複雑な道具なのだがな。さらに必要になったときはプロクターティーガンから手に入れるがいい。ありがとうエルダー、大切に使わせてもらうよ。君ならきっと役立ててくれるだろう。ところで君も気づいていると思うが、ストロング砦は連邦解放につながる最初の一歩に過ぎない。行く手にはさらに大きな任務が待ち構えている。そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちによればこの数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を指し示している。この情報が明るみに出たその瞬間、我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。インスティチュートおよび人造人間誕生の原因となった全ての者たちを取り除かなくてはならぬ。いかなる犠牲を払ってもだ。目的を果たすにはインスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには慎重を期しつつ連邦中を調査させていたが、全ては無駄足に終わっていた。どこから始める？地上に出て我らの目と耳になってもらいたい。私に会う前から君はインスティチュートを見つけ出すことに強い関心を寄せていたようだ。そんな君なら正しく当たりをつけてくれることと信じている。侵入場所を発見したら直ちに私に知らせてくれたまえ。何か質問はあるかね、ナイトよ。次はどこを見ればいい？何か提案は？ドクターアマリに関する手がかりをこちらで追っている。彼女が狂気じみた人間か、純粋に調査の助けとなってくれるものかは定かではない。ただこちらの情報源によれば何やら一風変わったテクノロジーを好きに使える立場にあるとのことだ。他に何かあるかね、ナイトよ。パラディンダンスの偵察チームはそのエネルギー数値について何を発見したんだ？異常な高振動数から見てインスティチュートのテクノロジーによるものだとスクライブたちは確信している。だがその発信元は不明だ。
まだ時々検出できてはいるが、調査隊を派遣する頃には消え失せているのだ。気をつけてくれ。エネルギーの出所がインスティチュートの持つ何らかの兵器であっても驚きはしない。他に何かあるか？戦争前のもので、インスティチュートに関して何か助けになりそうな記録はないのか？記録によれば、インスティチュートは戦前の教育施設 CIT の生き残りから派生したものらしい。施設の残骸はシティの中央にある。もっともすでに徹底的に調べ尽くしたが、かなり以前から放棄されたままのようだ。痕跡はそこで途絶えているのだよ。他に何かあるかね、ナイトよ。今は特にない、エルダ。なら結構。解散としよう。